さあ時計の針は4時31分になりました。この時間は書道家の我部天心さんをスタジオにお招きいたしまして、書の時間をお届けいたします。天心さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もういら皆さんね、はい、このコーナーももう2ヶ月ぐらいでしょうかね。ああ、もうそんぐらいになりますか。だってほら夏休み入る入らないぐらいの時にスタートして、そうですね、あっという間にね暦が変わって、はい、10月ですから。天心さん、10月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、もう今日で3週目4週目ぐらいかもしれませんけど、今日もね天心さんは、書道セットなるものをお持ちいただきまして、我々のために墨汁と筆とそう、あと松島の高級半紙をいつものないつものそんな高級というほどのものでもないです。もう家庭教師みたいになってるからな。そうなんですよね。ですっかり我々も、気持ちだけでも、ちょっとこう字うまくなってるかな、みたいな、まあ、調子に乗ってくる、時期ではあるよね。調子に乗ってくる、毎週こうやって習ってるからさ、はい、俺たちももう書けるぜみたいに なんかちょっと思い上がってんじゃないかなと思って、おだからそこは一回ちょっと落ち着けて、初心はするべからずですよ。おうほうほうほう。で今日も挑ませていただきますので。わかりました、はい、よろしくお願いいたします。さあ天心さん、はい、リスナーの皆さんもこう参加していただくコーナーになってますけれども、ありがとうございます。今日はどんな字を書いていきましょうか。季節ももう10月ですし、どんなですかね。漢字を今やってるので、はい、漢字の方がいいのか、うん、それともひらがなとかの、カタカナとかちょっと書きにくいのがあればそれでもいいですし、はい、この字ってどう書くのかなとか。ちなみにカタカナのオっていう字があるじゃないですか。カタカナのモ、オじゃなくてオですね。オですね、はい。筆順知ってます？え？書き順。筆順、はいはい。横、頭の横引いて、はいはい、で下ろして、はい、でその真ん中のもう一本の横線引くんじゃないですか。間違いです。2本目の横線が最後ですよね。2本横線引いて最後に斜め線。あらそういう感じでなんかわからない。意外と自分たちでは符を書いて横線引くとかやってるでしょ。はい、そうですね。小学生聞いたら分かります。横線2本書いて斜め線です。そうなんですか。はい、そうです。うわちなみにですね、僕が今説明して違いますって言われた後に毛利全く同じ書き順位ってまた違いますって。これ僕らたまにあるぞ。同じ間違いを立て続けにやるっていう。テシーさん、最後の文字って、はい、払いでしたっけ。払いです。最後の文字は払い。はい、この何の時、あ、そうです、はい、払いなんですね。はい、払います、はい。じゃあこれ書き順が間違うと、うん、払いとか止めとかにも大きく変わっていくわけですか。変わってきますね。払いというのは大体最後に払うとか、まあそういうのがあるので、あと跳ねるっていうのはまた次につながるとか。はあ、はい、なるほどなるほど。いや、カタカナの「を」をさ、線2本から書いたことなど俺一回もないよ。ないないない、今までない。これでも学校の小学校の筆順でちゃんと教えるんですよ。横線2本書いて斜め線って教えて、ノートにもちゃんと載ってるんですけど、みんな「符」を書いて横線書きますね。タクシー小学校ではちょっと教えてもらってないですね。これあなたタクシー小学校の OB さんですね。義母さん何小学校なんですか。僕ですか、はい、高原小学校です。高原、はい、天心さん何小学校ですか。僕は大里南小学校です。伝統の大里南小学校です、はいはい、ありがとうございます。学校新しくなりましたよね。もう僕らの校舎はなくなりましたね。そうですね。見る見えもないですね。見る影もなくなっちゃった。カタカナ今日ちょっと面白そうですね。ね、じゃあ、おいきますか。いや、おもそうだけど、意外と書き順知らないカタカナあんじゃないの、もしかしたら。書き順知らない。他になんかこう、おみたいに間違いやすい書き順のカタカナあったりしますか。まあ、ひとか。ひ、うん、あ、オッケーじゃん。ひ。ひってどう書いてんのかな。ひ。あ、てさん、これ答え言わなくていいですよ。意外と火書こうぜ。火、カタカナの火って間違う人多いですね。あ、っていうことは天心さん、書いてる道中は例えば、見ないとするじゃないですか、でも筆跡を見れば、あ、そうですね、書き順がどう捉えてるか分かるわけですね。火が入ってるカタカナの何かにしようよ、単語に。あ、そうです、ね、ひよことか。ひよこ、うん、ほうほうほう。あ、分かりました分かりました、はいはいはい、いいですね。同じのにしよう今日、え、同じのしたら書き順あれじゃん、
誰が当たってるかできる。ああ、そういうことね。わ、うん、かりました、わかりました。皆さん、火が入ってるカタカナの単語、なんかいいのありますか？カタカナ。アドリブに弱いですもしかして。ひまわりとか。ひまわりいいじゃないですか。ひまわり。4文字。あ、いいですね、いいですね。光とか。あ、光。うん、光、あ、光ね、あ、光、うん、じゃあ光にしますか。光にしますか。はいはいはい、わ、はいはい、かりました。じゃあどっちから行く。あ、じゃあ皆さんいつもの料理。はい、わかりました。光ね。エマさんが自分の書きやすいように書いているんだねということで、先ほどの書き順のお話ですね。テントウさん、天心さんが、テントウさんが2本目の横棒は短めに書くってことですかって来てるんですけど。あ、そうですね、あの上の横線よりはちょっと短めですね、うん、これカタカナの王の話ですね。はい、ほう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 、うん、だから基本的に横線とこの斜め線はちょっと離れても間違いじゃないんですよ。はい、風を書いてからではないので、はい、横線2本書いて斜め線入れるので、うんうんうん、だから接する部分がちょっとこう軽くついてても間違いにはならないんですよね。うん、実際にでも王も書いてみたいな。あ、書いてみてくださいぜひ。でもまあ光から書きますわ。はい、うんうん、まあ、多分イラミナさん的にも、うん、その、まあ、半紙とかその墨汁を使ってカタカナを書くってあんまりないんじゃないですか、うん、そうですね、まあ、ちょっと自分の名前入れるときに、うん、イラミナ正規のカタカナを書くことはありますけど。ああ、そういうことか。火、うんうん、ないからね。お、光、光、あ、はいはいはい、ヒカリ。で、名前こっち2列でいいんですね。あ、2列です。名前ってこの4等分の左下に書いてもいいんですか。あ、3文字の場合は。あ、そうなんですか。4文字の場合は端っこに書きます。端っこにこう、うん、書きます か、うん、書きますね。3文字の場合はそこに書いてもいいっていう。なるほど、はい、じゃあ書きますよ。はい、火でしょ。火、火はもうあれですよ。まあね、何も考えなかったらこういう書き順だろうなになるんですけど、うん、ただこう筆を取った場合、うん、書き順がしっかり分かってないと、うん、止めだったり羽だったりいろんなものに変わっていくので。かか、か、いやいやいや、ほらこの間が習った時に、ええ、かのセンターがどうのこうの言ってた、どうのこうのって言ってたじゃないですか。すみません、僕は天心さんの一言一言どうのこうのっていう解釈は絶対してないですよ。あなた、いや、じゃあちょっとカタカナだからね、そこ多分そうなんですよ。ひらがなだったら最後のかの点を考えて中心取らずなんですけど、カタカナですからね、うん、そうだよね。なんといってもか、か、光のか。で、りはもう間違いようがないわ。りねー、うん、本当にそうかな。ちょっとあなた黙っててください。いや、意外と D って、ちょっと笑ってしまうだろうかよ。ひらがなの D とカタカナの D って僕違うと思うんですよ。あ、でかくなっちゃったかな。違いますね。違いますよね、はい、え、違うんすか。あ、違います、はい、ひらがなと、違いますよね、はい。まあ、やっぱひらがなは柔らかく丸くっていうちょっとこう滑らかさが出るんです。カタカナはカチッとですね。光王でいいですか。あ、いいんじゃないですか。いいですか、はい、おー、おーの書き方、横ね、横ですね、はいはい、横2本書いて斜めってことですね。2本書いて、そうです。うわ、違和感しかない。そうです、そうです、そうなんです、そうはい、で、あ、ちょっと名前だけ書かせてください、はい、すいません。さあ、第2ボタンまで開けたワイシャツじゃなくてストライプのシャツを着ているイラミナさん、笑って手が震えるぞ、あなた。そういうこと言うと、光をっていうカタカナを書いていただきました、うん、おー、なんかいいんじゃないですか、うん、画像見れてますけど、映像か。ほー、はい、はい、はい、私書きました。はい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 、はいはい、じゃあカメラに向かって、はい、もう早速見せていいですか。はい、はい、わかりました。じゃあ、じゃじゃん、こうですね。ちょっと光を当たってますが、まあ、こういう感じです。ふむふむ。ちょっと天心さん、解説待っててください。はい、義母さんにも書いてもらいますので。わ、はい、かりました、はい。じゃあ、イラメさん、ちなみに手応え的にはどうですか。いや、あるある、全然ある。O の書き順も習ったし。ええ。うん、まあ、ちょっと D が大きくなっちゃったけど。うんうん。いいんじゃないですか。うん、はいはい。義母さん、どうぞ。はい、わかりました。光を、はい、じゃあ失礼します。
ぜひさん、まずいところがあったら途中でうんって言っても全然いいですからね。なるほど、すごい丁寧になりましたね、関さんもね。いやもうしっかりしてます、文字が、はい、ありがとうございます。きちっと止まるところは止まって、うん、天心さんから教えていただいたことを一つ一つ思い出しながら書くようにしています。何か言ってください。いやもう本当に忠実に頑張って書いてます。ありがとうございます。あれやば。あれどうしたんですか、のっぽさん、これむず。あ、俺の見て書くなよ。うわー、ちょっと待って、ちょっと待って。え、なんですか、ぎょうさん火書いたことないんですか。いや、ありますよ。いや、もうダメだ、もう。赴くままに書きますね、じゃあ、はいはいはい、そうですね、赴くままに書くっていうのも天心さん大切なことですよね。はい、はい、うん。おお、どっしりとした字を書きますね、義母さんは。ため息、一筆ごとのため息がまたたまんないっすね、僕からしたら。これね、ラジオを聞いてる皆さんは本当に出来上がったものしかお見せできないんですけど、そうですね、書いてる時、いや、筆取って墨汁を半身につける時の緊張感たるや。そうそう、最初に置くとき緊張するよな。緊張しますねこれ。いや、わかるわ、うん、今リを書いてますね。ただね、リはね、カタカナの場合跳ねなかったんじゃないかな、確か。え、あ、最後、最初の、あ、そうか、これカタカナで、カタカナなんだよな。そうか、カタカナでそういうとこ違ってくるのか。あ、そうです、いいところ気づきました。わ、ちょっとそういうふうに考えてなかったっすね。光をの、はい、書きました。名前も書いてください。光をカタカナを書くのはちょっと初めてですね。でもうんね、カタカナってあんまり書かないですもんね。天心さんのこの教室だったりこの書の作品でカタカナだけで書くものって結構あったりするんですか。練習ではやりますね。うん、はい、ただカタカナだけの作品っていうのはあんまり書いたことないですね。なるほど、佐久保さん、はい、書きました、はい、じゃあカメラに今見せてますね。はい、ツイキャスご覧ください。光を森って書いてますね、うん、はい、じゃあちょっと戻って天心先生にちょっとお言葉いただきましょうか。こうか、こうか。はい、はい、お二人とも、はい、よく書けてると思います。はい、あ、ありがとうございます。はい、ただやっぱ先ほどもお話に出たんですが、カタカナなのでここ跳ねないんですよね。光の最後のとこですね。はい、止めです。止めか、止めるんすか。はい、あと、まあ森さんここで跳ねないよなって気づいたんで、はい、ちょっと関さんちょっと跳ねちゃってるんで。そうですね、ひらがなになると跳ねるんです。そうですよね、はい、カタカナになるとちゃんと止めますね。止める、うん、はい、うわ、そこがちょっと2点お二人 のあれかな。あとはバッチリです。あと、まあ森さんはカーがね真ん中にちょっと来てないので、はい、中心、はいはい、中心よりちょっとこっち寄っちゃったんで、はい、やっぱ真ん中にこうしっかりあった方が、横線の真ん中にね。うん、それに比べて僕の顔はどうですか。はい、真ん中にちゃんと、はい、そうですね、ありがとうございます。誘導ですね。誘導じゃないわ。ただ光の火をね、たまにこっちから書く方がいるんですよ。こう書く方が、横じゃない、右から。そうです、そうです。左に、日がの日みたいにこう北とかみたいにこっちから、はあはあ、そう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 、はあ、ここ線多いんですよね。ここからこう書いてこう書く人がいるんですね。書き順的にはこの横線でいいんですか。横線です、はい、横線書いてこうですね、はい、お二人ともそれは、はい、なるほど。ただ王がやっぱり書いてて違和感、ね、日本書いてっていうのはなかなか書いたことないと思うので、うん、うん、僕書きましょうか。はい、あ、ぜひぜひお願いします。何か同じの書きます。まあ、できれば同じの書いてもらいたいですね。
天童さんもそう書いてたらしいですね。なんか右から引いてたんですか ね, すね。じゃあね、ちょっと広角の方がやっぱりいらっしゃいますよね。なのでそこら辺がちょっとやっぱり反対側から書かれる方がいらして、いやでもカタカナとひらがなでこの跳ねたり止めたりするのが違うっていうのは、うん、あれですね、なんか言われるとああって思いますけど、うん、伊藤さんよく気がつきましたねそこ。じゃあ書きましょうね。何ですかこれ、ちょっと待ってください。横線書いていいですか。はい、お願いします。うわー、もう綺麗、ね、もう綺麗だな。いやだって書いてる時に俺たちみたいにさあーとかうんとか言わないもんね。そりゃそうだよな。はい、リモをちゃんと止めて、いや多分僕らね喋んないといけないんですけど見とれちゃうんだよねいつも。分かった。何か何か掴んだようですねあなた。何ですかこれ。少しバランスがまあちょっとね、森さんと正規さんの中にちょっと寄っちゃったので、うん、そこら辺のあのなんていうんですかこの縦と横のこの間っていうんですか、うん、はい、間っていうんですか、そこがあると。はい、少しちょっと変わりますかね。ありがとうございます。こんな感じで、うわー、なんか本当にお手本お手本みたいに綺麗なんだよな。これも当然ですけど、もう天心さん名前書いてくださってるじゃないですか、はい、これなんて書いたんですか。これ天心って書いてあります。はい、これで天心さんの天心っていう、そうですね、ことなんですか。はい、天という字を崩していくと、天という字をこうあるじゃないですか。これを草書で書くとこうなるんですね。でこれがひらがなの天になるんですね。こうなってひらがな、天上の天が、はいはい、そうです、ひらがなの天から天が生まれるんですね、こうやってね。で心っていうのはこうあるとこうじゃないですか、はい、これがもっと崩れていくと 3つになるじゃないですか、はい、うん、これを崩していくとこうなるんですね。で僕はこの天心の天のこの天に心をわざとくっつけて天をこう書いて心を書いてるわけです。はあ、うわ、それで、生み出した天心というサインですね。サインですね、うん、うわパッと見ね、うん、ひらがなの風だったり漫字とかっていうのが見える気するんだけど、はいはい、それも全部こう合わさって、ね、合わさって天心っていう一つ の, あのロゴを作ったというか、うわかっこいい、なんかいいな。いわゆる崩した字を2つくっつけたと草書というんですけど、うん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 、それを2つくっつけたって形ですね。あのね、いや皆さん、はい、やっぱり書って自分の赴くままにっていうのが大事だと思うんですけど、うん、はい、見るって大事だなと思ったんですよ今。あ、そうっすね、そうっすね。天心さんの肘、うん、全然動いてない。マジ肘全然動いてないの。なんかプリンターでさ、うん、3D プリンターとかで、うんうん、ウィーウィーウィーって あんな感じ、例えよ、あんな感じ。またもうちょっといいのなかった場合は視点は一切動いてない。あ、はいはい、肘が、はい、動いてない。結局この抑揚といって押すか押さないかの違いになるので、太くしようと思ったら押せばいいし、細くしようと思ったら上げればいいし、はい、この先の調整なんで、だから縦運動ですね、どっちかっていうと。縦運動、書に縦運動があるというさすがですね。うわー、でもそうね、ギョさん言うようにちょっと書いてるところ見るのいい、いいね、うん、ありがとうございます。うわ、はい、ということで、はい、今日はカタカナ書かせていただきましたけれども、ええ、はい、やっぱ天使さん、カタカナを書くコツとしたらやっぱりひらがなとは違って、はい、そうですね、ちょっと丸みがやっぱりリーなんかでもカチッカチッと書きますね。ひらがなだとちょっとこう膨らますような丸みのイメージで書くっていう形ですね、うんうんうん、はい、でカーにしてもひらがなのカーだったら角つかないじゃないですか。ちょっと角を丸くするんですよ、はい、はい、でカタカナだとカチッとやっぱりこう尖るようにしっかり書くってことですね。もう本当に刀みたいな感じですね。そうですね、はい、漢字の一部なのでカタカナは、うんうん、なのでカチッとしてるんですね。うん、でひらがなは漢字を崩していって柔らかくしていって生まれていると言われているので、はい、それで曲が出てくるんですね、丸みとか曲線が、はい、天心さん、ひらがカタカナの D なんですけど、はい、
左と右の棒って上で合わせないんですか、はい、高さ合わせる方法と少しずらす方法と両方あります。はあ、はい、学校は多分今合わせる方法で教えてるのかな。で専門的に行くとちょっとずれます。ちょっとあの右の方が下がります。左よりも右が下がるんです、はい、左よりも右の方右が下がる、はい、長い方が下がるってことですか。そうです、こうなりますね実際には。でこれがつながるとこうなるじゃないですか。ああなるほど、はい、ああ本当だ、はい、あ面白い、すげえ。左が上がって右の棒が下がるっていうことですね。はい、そうですね、ひらがなになると。天心さん、ちょっとまだ時間あるじゃないですか、はい、何か書きます？あ、ですね、うん、天心さんのこの天心さんのサイン、はい、天と心を崩したので組み合わせて一つのマークというかサインを作られてるじゃないですか、うんうん、これってどのひらがなでもいけたりするんですか？仮にじゃあ、正義さんの正義という字と木という字があればそれを崩して噛み合わせるという形は作ろうと思ったら作れるんじゃないですかね。例えば義母さん森光じゃないですか、はい、この森光を崩して、はいはい、このサインを作れたりするんですか？サインというか、はい、作ろうと思ったら、まあ、今森の崩しがちょっとこうでこっちがこうかっていう感じなんで光は分かるんですけど、光という字はすごい三つって光でした。三つ違います。三つです。充電器の充電。例えよ。これですよね。これですよね。あ、そうですそうです。あ、はいはい、でここにあってここでと重ねるったら総称になるとどのぐらいのじゃあ崩していった時にどんな感じかっていうのは、僕ちょっと調べてきましょうか。来週までに。そうですか。はい。いいですよ。これ業さん有料です。はい、有料。大丈夫です。有料案件ですこれ。大丈夫です大丈夫です。お互い1,500円ずつ。なめんなよお前。正規さんとはあれだその光輝くの輝くだったもんね。あ、はい、そうです、ね、はいはい、じゃあ森は一緒なんで、森は一緒なんでその崩しの部分でここをどういうふうにじゃあ2つ重ねるかっていう、はい、僕のは単純なんで重ねやすいんですよね。いわゆる点と心が線一本になっちゃうんで、はい、点とひらがなの点になるんで、うん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 、重ねやすいっていうか重ねやすいですね。でも、まあ、森も蜜も精も木も崩せば森は一緒なので、それとこれをどういうふうに、まあ、右にかませるのか真ん中にかませるのかとかやり方によっては、はい、やべえ。じゃあちょっと考えていきます。いや僕ら今やってるサインなんてローマ字をただちょっと格好つけて書いてるぐらいのもんで、あ、いいですね、はい、サインとしてはもうちょっと漢字でちょっとかっこよくなるので漢字でね、はい、はいはい、いいですよ、はい、そう草書でやれば、はい、何って言われたら草書の崩しをちゃんと説明し、ま、書いておくので、おお。わかりました。有料案件ですから。大丈夫です。5,000円ずつ。僕の勉強にもなるので、はいはい、私の勉強にもなるのでまた、はい、大丈夫です。ありがとうございます。ぜひじゃあ時間よければ教えてください。はい。はい、コメントもたくさん来てますよね。一応ね。有料になります。いやでも書くって楽しいですね。はい。天心さんの書道教室の方で、まあ、今夏休み終わったじゃないですか。はい。まあ、一般の方たちのこの、まあ、受講率といいますか、うんうん、新しい人が増えたりとか、はい、その辺はどうですか？やっぱりコロナがちょっと8月、うん、9月と緊急事態出てたので、やっぱりもう7月からお休みしてる方とかが、あ、そうか、まあ、今月からまた復帰してくるかなと期待してますけど、はい、ちょっとお休みコロナがちょっと落ち着くまではという方がやっぱ大人の方多いですね、はい、で子供は時間を空けてやってるので、うんうん、3時から入る子とか4時から入る子とかってこう1時間ずれでやってるので、子供は何名か増えたんですけど、うん、はい、やっぱ大人の方はなかなかねちょっと気になさっている方が多いですね。そうですね、はい、まあ、でも教室の方では、うん、換気も十分に取りながら消毒もして、はいはい、まあ、コロナ対策も講じながらやってるわけですね。ぜひ、まあ、定期的な、まあ、講座もそうですけれども、はい、ワンポイントレッスン的な、ね、あ、そうです、はい、ワンコインでもできますし、はいはい、ワンコインというか1回きりのレッスンもありますし、うん、それとあとまたアート的なものとか、うん、そういう感じでロゴだけ作りたいとかでもいいですよ本当に、そういうのもやってますので、はい、いろいろ相談していただければ僕が対応できる分に関しては漢字だけとか仮名だけとか、うん、名前だけとか、ね、筆ペンだけとか、はい、いろいろ対応してます、はい、うんうん、はい、ぜひ遊びにいらしていただければ、はいはい、まあ、ぜひラジオを聴きの皆さんも SNS で、我
部活の部、天井の天、心、ガベ天心さんの SNS ありますので、こちらもチェックしていただきたいと思います。じゃあ天心さん、また来週もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さあ、ということで、毎週金曜日のこの時間は書道家の我部天心さんをお招きしてアジラジ、まあ、4時の前半お届けしてまいりました。また来週もですね、筆を使ったりとか、あと筆ペン使ったりとかね、まあ、時にはこうボールペンだったりとか、いろんなこう書の授業も行っていただきたいと思いますので、来週もぜひお聞きください。アジクーターラジオ4時台、ここまでは乾燥おからと豆腐の川上食品、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニックの提供でお送りしました。Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Coming at you, Ajiraji. Ajiraji. 10月1日金曜日、時計の針は